まいです。はい、今は岡山です。岡山、昨日岡山に移動したんですけど、はい、岡山のホテルです。おはよう、おめでとう、ありがとう。今日はね、岡山、あの千秋楽があるので、7周年ツアー岡山。ハートありがとう、チュッ、ありがとう。徳島から岡山に向かってます橋をね、渡りますよね。昨日はもう岡山着いたのが何時かな、0時過ぎぐらいで、もうそのままパタって感じでした。日付変わってる。え、なんかさ、バスで移動してたらさ、なんか修学旅行みたいな気持ちになってさ、なんか5、4、3、2、1、日付超えたーみたいな言ってるメンバーいて0時だー、日付が超えたーみたいな言ってるメンバーいて、なんか修学旅行みたいだなって思いながら移動してましたそんなに日付超えて喜ぶってぐらい、そう、喜ぶ年末年始、確かになんかお正月みたいなカウントダウンしてたメンバーいたんだけど、もうなんか多分みんなアドレナリンが出まくってて、そう、なんか行きのバスはめちゃくちゃ静かだったんですよ。本当にもうみんな何にも喋ってないのに、ライブ終わりの徳島から岡山移動のバスは絶対みんな起きて喋ってた。みんなアドレナリン出まくってた。千秋楽ですよ。あといいメダルもありがとう。今日は、17時開演ですかね。さん、お待ちしてます。夜配信はちょっとわかんないんですけど、はい、どうでしょう、できるかな。できたらします。朝ごはん食べてない、もうペコペコだよ、もうお腹が空いた、お腹が空きすぎて、さっきセブンティーンアイス食べました。あの自動販売機のさ、わかりますか、アイスがあるの、あのセブンティーンアイスっていう、あれ食べました。ありがとう。うん、あの今起きたんじゃないんですけど、朝から起きてお風呂入りました朝シャン朝シャンした。そうなんですよ、徳島ラーメン美味しすぎたよ。今日の岡山のご飯が気になります。なんだろう、愛の重さ聞いたよ。愛の重さ、そう、ちょっと昨日の夜遅くにツイートされてたんですけど、ポストか、ポストされてたんですけど、聞けるようになりましたよ。岡
岡山の名物は、なんか私岡山のイメージはデミカツ、デミカツだっけ、デミカツエビ飯きびだんごこの3種類のイメージがありますね。あとはなんかフルーツがなんか美味しいみたいなイメージがある。でもなんかなんて言うんですか、結構王道だと思うんですよこの辺は。なんでもっと多分いろいろあると思うんですけど、自分も頼みてんですね、岡山といえばそうデミカツ丼マスカット、晴れの国らしいですが晴天ですか。え、晴天だよ、梅雨ないのかな岡山。え、うん、めちゃくちゃ晴れてるけど今日だけ？そんなことない？ありがとう。ヒルゼン焼きそば、え、ヒルゼンって言葉で思い出したんですけど、なんだっけ、ジンギスカン、ヒルゼンのジンギスカンも美味しいらしいてか食べたの、なんかそうバスツアーがあった時にヒルゼンのジンギスカン、その時に初めてジンギスカン食べたんだけど、美味しかった。ジンギスカン初。いやこれがねめっちゃ食べやすくて美味しかったよ。ホルモンうどん、食べたい。なんかもうこってこてのなんかもう芋だれウェルカムみたいなものがめっちゃ食べたい。フルーツパフェいいね、パフェね。お腹すいた。ツアーのご褒美に、私はツアー終わってちょっともうちょっとしないと一息つけないんですけど、そしたら絶対に二郎系ラーメンを食べに行くと決めてます。行きたい。もう TikTok がもう二郎系ラーメンしか流れてこない。本当に2回に1回ぐらいは絶対に二郎系ラーメンが流れてくる。シュッてやったら二郎絶対に食べるって決めてるんだ。ご褒美は二郎。絶対にあのもう食べに行きたいし全増ししたいんですよね。もう少なめとかじゃなくてもう全増ししたい。そんな小声じゃなくても今から喋るの、うん、あの私の今日の同部屋はソラハです7周年ツアーの同部屋がソラハなのかな。ね、そう、ソラハがいます。ソラハも配信をします。おはようございます。ソちゃん、あ、そう、ソちゃん、ソちゃん、いろんな名前があるんです。みんなありがとう。菜の花、そう昨日やりました、ね、そうですよね、菜の花まだ2人になって
数回、え、2回目かな、2回目、え、2回目だった、違うよ、3回目、なんかレッスンしてるから何回目か分からなくなってきた。1回目が私号泣して、あ、そうだ、2回目はちゃんと歌えて、昨日も歌えて、そうだそうだ、3回目だ。花畑、よろしくお願いします。なんかペンライト黄色にしてくれてる人が結構いて嬉しかった。すごいやばかったくない、ね、結構黄色だったよね。黄色以外もそれこそ、うん、そのお互いのペンライトか、うん、あとね、緑もたまにいるの。なんか茎の部分、茎の部分再現してもらってありがとうございます。なんかの黄色に紛れて緑もいるんですけど、あるのかな、ここの位置になったなんか緑にするみたいな、なんかおー葉っぱだーって思いながら。あとさ、紫もいたの。ああ、おきちゃん、そう、昨日上の方の方が紫でってなった。だからってか、今日は岡山県なので、じゃーん、連れてきます。ゆうかちゃんはちゃんと地元凱旋で連れてきました。よしよし、今日ドラサンティー着てる。そう、ノースリーブじゃなくてそれはがドラサン T シャツ、よしよし、3人よしよし、かわいいです。ノースリーブじゃないなんて初めてゆうかちゃんがいない岡山県だからちょっと寂しくて、ゆうかちゃん呼んできた。昨日も一昨日もノースリーブだったのに昨日は白のノースリーブ、一昨日は紺のノースリーブだったのに。あ、紺って分かった。え、分かるよ。わ、紺のノースリーブ着てるって思ったもん。よかった。黒だと思われてるかと思った。紺なんですよ。初です。あれ、初だった。なんかちょっとおしゃれ、ノースリーブでも色おしゃれにしたから。今回は。昨日関東でファンミーティングしてた。沖に会いに来い。え、そう、なんか可愛かった。白いなんかワンピースでめっちゃ回ってきた。みんな各場所で、昨日はみちさんが広島でね、サーグレッジで、南さんも関東でファンミーティングで、すごいすごい。うわー、見えてた。え、ワンチャンデミカツ出る説ない？ある。え、来る。香川はうどん来てさ、徳島ラーメン来たってことは、これもしかして岡山最初にデミカツが、え、なんか多分会場行ったらさ、まず先に昼ご飯が用意されとるじゃんか、で多分夜ご飯も来るじゃんか、うん、ってことは2種類来るけんさ、昼はお弁当なんでね、で夜はデミカツ丼で、もうそれはテイクアウト方式だと思って帰るみたいで食べるけ。なんかメンバーめっちゃなんかグルメ、うん、やっぱグルメの話ばっかなんですけど、今回なんかより豪華っていうか、ケータリングっていうか、あったかいこう鍋がある、絶対にっていうか、すごく幸せです。昨日の昼はね、骨付き鶏が出たんだけど、そうなの、そう、やばか、ガチちゃんと骨付き鶏、ね、でも骨付き鶏ってさ、香川のイメージあったんやけどさ、え、思った、あれは徳島の阿波踊りなん？阿波踊りなんじゃない？てか、言うと阿波踊りとか言った、あ、そうな、うん、漢字の阿波踊りで、阿波踊りの骨付き鶏、そう、美味しかった、うん、もうご飯も美味しかった、煮込まれてる系骨付き鶏、美味しかったです。いいな、食べたって、美味しいよね、ブランド鶏？そうそうそう、うんうんうん、地域っていうか、いやー、骨付き鶏も美味しかったし、徳島ラーメンも美味しくて、もうほんまに幸せです。私は徳島ラーメンがお昼一部が終わった後食べたかったんですけど、やっぱ公演前食べれないかもと思ってバタバタしてて、で、店長さんみたいな店長さんなんか作ってくださる方に、すいません、二部終わった後ありますか、うん、って言ったら、ちょっとだけのやってますって言って、いや、すぐ来るので待っててくださいって予約して、
でもその夜までやってたせいで私は夜も食べてしまったんです。え、何杯食べたの？ 1.5。 あ、 1.5 ね。そう、なんかそう、なんかライブ終わりはやってないみたいな感じの時間だったから、え、そうそう、だから今食べなきゃと思って一部と二部の間でラーメンすすったんですよ、うん、で終わったらまだやっててやってんじゃんって食べた。もう麺は普通に一旦食べて、なんかもう一回おかわりしたかったけど、これ食べたら多分罪悪感に浸ると思って、うん、上のトッピングだけおかわりして、え、あのお肉が美味しい、なんか ね、お肉めっちゃ美味しいよね。甘く煮込まれた豚バラ丼も、そう、あれだけで丼いける、ご飯いけちゃう。あれ豚肉なん？豚バラらしい。豚バラなん？薄い豚バラ、私の好きな豚バラです。その誕生日プレゼント聞いたら豚バラしか買えない。マジで豚バラ好きすぎて道理で美味しいわけだ。え、しかもさ、そらはメンマが一番好きなよ、ラーメンのトッピング界の中で。なんで？え、もうメンマ、え、食感といい味といい、もう全てにおいてメンマが大好きなの。で昨日のメンマさ、え、めっちゃ分厚かったじゃん、うん、もう極厚メンマ、まず 15本は食べた。いや、マジで、ちょっとメンマ好きなのでお代わりしていいですか、もう最後だったんですけど、全然大丈夫ですって言ってくださったから、スタッフさんがもうメンマめっちゃお代わりです、気をつけて。なんかね、味が濃いめなんだよね。わかる。え、塩分多分高めなラーメン。わかる、超うまい。でももうさ、最高だよね。わかる、終わった後にも食べるのもやばいじゃん、うん、超いい、最高し、生卵入れたらめっちゃマイルドになる。うん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 、もうメンマは分厚いのがいいですね。でも天下一品がちょっとおすすめなんですね、昨日のに比べると。そう、白ご飯食べたかった、本当は。でもなかった。もやしいっぱいあった。もやしいよね、みんなも食べれたかな、現地で。でもやっぱいろんな徳島ラーメン食べてる方がいて、私も食べた気持ちになりました。一緒むくんでない、もう昨日汗めっちゃかいたもん、本当に。なんかライブ終わりに、ね、全部髪がびちゃびちゃになる。もう昨日は暑かったね、ね、めっちゃ暑かった、めっちゃ汗かいた。暑気でした、暑すぎて。おばあちゃんがもう着替える時横なんですけど、暑い、顔ポカポカなんですよ、うん、おばあちゃん。私も昨日めっちゃ暑い暑い、もう蒸される。そうそう、蒸されるって言って、そう、なんかしかも着替えるところのもうなんか奥の方だったんですよ、その着替え部屋のさらに奥の方が自分のスペースで、うん、なんかもうなんかだ、そう、もうなんていう、閉じ込められた空間だったから、扉から一番遠いところだったんですだから空気がもうこも家にこもってるところで、うん、マジで暑かった、サウナだった本当に、自然サウナ。いや今日はでも千秋楽感がなくてびっくりしてます。もう7軒目なんだっていう、全11公演か、だから10公演終わって、え、11公演しとったんか。え、そうそうそう、7県で、あと徳島と香川が2公演だから、そう11公演目なんですけど、全然そんな感じがないぐらい、あっという間で。今日は Hulu さんでね、配信があるので、会場に来られない方はね、 Hulu さんで見てください。今日もオリーブチームだけど歌うって、ふーんって感じです。うん、会場によって、ね、え、そうなんですよ。会場によって曲が変わるんで、ない時あるんで、ちょっとって感じです。昨日の夜、愛の重さなかったですか？そうなんですよ。やっぱコールしたいですよね。めっちゃね、それで気づくってさ、うん、すごいと思う。ね、揃ってる。嬉しい、ありがとう。当日券も待ってるよ。ブレタンもブランもありがとうございます。あ、あと今日あれだよ、公演が終わった後21時 MV、 あ、そう、プレミアムだよね、解禁されます。昨日はソロアーシャが解禁されて
日付変わってね、あのサブスク、うん、で配信されて、昨日聞いたよ、そらもね、聞いてたね。おーってなった。自分的推しは D ミロです。まいちゃんのソロパートから始まってっていうところが大好き、うん、だってさ、あの君を失いたくないとかな、みんなでまいちゃんを見るよ、うんうん、一瞬めっちゃ誰よりもまいちゃんのこと見とるです、みんな視線完全右斜めです。え、ちょっと待って待って待って、私のこと見とるの分からんかった。私も歌うのに必死すぎて、多分みんな、なんか、うん、まいちゃん、まいちゃんってか、まあ、中心を見るみたいな、うん、けどソロハはもうまいちゃん見てる。めっちゃまいちゃん見てる、感じてね、今日右斜め後ろからまいちゃんに視線を。分かった、今日感じます。まいちゃんをずっと見てる。そうだよ、いや、私はみんなに負けないぐらいまいちゃんを見てる。あのね、あの円の中でね、踊るとね、どこが正面かわからなくなるよ、みんなに囲まれてたらね。本当にね、うん、なんか、え、マジでもう正面がどこかわからんけ、回ったらさ、なんか、ね、あれれれみたいになるよ、回っとるよね。しかもさ、最後さ、うちらがさ、ダンダンダンの最後でさ、ガンと落ちるやん、うん、そこの踊りがもう、なんかみんなもうズンって、え、なんかすごいんよ。え、まいちゃんはさ、その下こうなるやん、うん、見えんかもしれんけど、めっちゃすごいよ、揃ってる、うん、感動するのかやっとって自分でビビる。めっちゃ綺麗なんですよ、もう見てください、見てください、今日あれば、あれば MV も楽しみ、またゆっくり一緒に見ましょう、プレミアムでも見ましょう、21配信ご覧ください。ご視聴ありがとう。おはよう、みんな来てくれてありがとう。千秋楽よろしくお願いします。そうそうそう、今日のね、あれの劇場は新しい開業、楽しみ、初めて行くところだね、うん、なんか指紋残しとこう。気をつけてきてくださいね、岡山。ね、今日ね、飛行機だったり新幹線で来てくださる方もいれば、昨日徳島ね来てくださってた方は移動だったりとか。17時開演したら。ちょっとね、なんか昼がないからゆったりと見せかけて、でも普通の公園に比べたらちょい早い。え、ライブ終わったらみんなすぐ帰りますか、家に。っていう質問。家にすぐ帰るんですか。岡山止まり、そっか、帰る人いる。でも明日お仕事やから、最終とかでは帰れる。誘われてるのかな、あ、二次会、あの、この後飲み行こうよみたいな、そういうわけじゃないんですけど、帰る帰るって。ちょっと、あ、岡山止まりの方いるよ。え、もう急いで帰るの、もうすぐ帰る、もうダッシュで帰らないと間に合わないよみたいな感じ。なんかあるんですか。なんかあるかな。ない。いや、なんかある、なんかある、今日ちょっとだけある。え、ない、え、なんもない。え、え、お見送られ、え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 、あったっけ。え、そらもある、あったとしたら。いや、わからん。え、ちょっと、ちょっとミュートにしていい。
はい。確かに。みんな。全然サプライズじゃないです。サプライズではない。自家用車で来てくださった方とかも大変な、ありがとう本当に。帰れるよ、全然帰れるよ。帰れなくないよ、帰れなさそうじゃないよ。新幹線最初って8時とかなんかやったら全然じゃない。終電って何時なんだ、岡山からだったら8時半、8時じゃない、 8時前、40分ぐらいだね、広島、うんうんうん、と岡山の距離って。うん、じゃあ結構9時前、あでも関東がそうだからその違うとこってなったんだけど、20時半な、21時38分だって細かい、ありがとう。え、あのさ、会場と駅って近いの遠いの？まあまあ近かったよ。あ、近い、うん、駅の東側だった。うん、あバスとか、まあ、車とかで20分とかなのかな、15分とか。お、確かに明日飛行機で、お、お泊まりですね。お泊まりの、ありがとうございます。楽しみだな。ちょっと距離ある、徒歩、路面電車、え、なんだって距離あるんだ、路面電車、え、路面電車あるの、嘘やん。え？路面電車あるの？え、岡山？バス？路面バスではなく。私さ、岡山さ、うん、あんまりお仕事とかでそこまで来たことないかも。いっぱいは。そう、あのゆうかちゃんのそれこそラジオね、ラジオ、あともっと STU 公開収録あったやつ、うんうん、とかぐらいしかなくて、グルメが紹介できるのは、お土産だったら大量にあるんだけど、岡山はね、そう、しかも多分お仕事できても多分すぐ帰ることが、いや、そうなんよ、泊まることがないんよね。そう、しかも広島と近いもんね。そうなんよ、隣やからね。そうなんですよ。あ、路面電車あるんだ。ガタンゴトン、ガタンゴトン。でも美観地区は行ったことあるよ。うんうん、美観地区。結構ね、STU メンバー番組とかで行きがちやね。うん。ちプライベートで行きました、美観地区は。めっちゃ良かった、ね。デニムの街なのね。空も行った。いいよね。めっちゃ良かった。食べ歩きとか、わかるわかる、食べ歩きね、美観地区は遠いのかな、遠そう、駅から、うん、そんな遠くないイメージだったけど、あれ、遠かったっけ、うん、めっちゃ良かった、街並みがもうなんかもうドラマ撮影できた、うん、侍がいそうだわね、なんか蔵っぽいっていうかさ、うんうん、なんかそういう感じの街並みで素敵。待ってな、これあったんかな、27分、ね、10時27分、早かったこれ、5分、でも25分ぐらいじゃない、なんかめっちゃ早かった、2分ぐらい早かった。倉敷駅から徒歩15分ぐらい。会場が、あ、倉敷駅、うん、美観地区が会場が倉敷かと思って歩けますね、徒歩15分は。土地勘がね、私もちょっと土地勘があんまり分からんよね、うん、楽しみや、マジで、でもワクワクです。ありがとう、うん、岡山といえばイオンモール、わかるね、大きいイオンモール、わかる、
駅の近くにあるね。うん、私イオンモールとか大好き。もうなんか住みたい、老後すごい好き。なんかショッピングモールが好きなんだよね。でも何でも揃ってるよね。ね、めっちゃ魅力的なさ建物よ。うん、広いからね。今日はどんな髪型にしようかな。シンプルめでいこうかな。髪切ってから髪の広がりがやばい。私も何にしよう、もうない。まーちゃん昨日ストレートとツインテールやってるじゃん、うん、ボニーテールなんてどうですか。いや、イメージないです。いや早く、いやほうって言った瞬間にもう言われてた。なんかダメだ、ね、痛い。確かにね、わかる。攻撃してしまう自分で。あー、自分で、自分でわかる。ちょんまげ。え、ソラもやる？いやいや、ほいちゃんがしてくれたらいいよ、ちょんまげ。レアちょんまげ。ね、ハーフアップとかはやったことそんな。私ね、意外とあるんですよ。ハーフアップ？うん、好き。あの、踊りやすい。しかも顔がすっきりして見える。頭の形の輪郭的に。ハーフアップ、ね、いいですね。ハーフツインはどうですか？最近やってないんだよね。止めるっていうかパフォーマンス。違います。マリちゃんなんか最近なんか本当ストレートおろし系めっちゃ見る。なんかおろし系、なんかストレートなんかシュってなっていいなみたいな。あ、でも結局ね、汗かいてさほぼストレートみたいな。なる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 、巻いといてもね、うん、まとめ髪はかゆい。かゆい。でもいいね、ハーフツイン。編み込み？くるりんぱとかダメだ。ちょっと猫耳っぽくとかダメですか？でもハーフツイン、いいですか？さりげないやつだったらありか。よし。ソラハは？ソラはどうしようかな。でもシンプルめでいきたいんですよ。じゃあツインとかはなし？おろしってこと？え、おろし、いや、ツインとかでもいいけど、なんかね、髪短くなったからさ、うん、ただの横幅広がる女。このストップ落ちてくれんのよ。確かになんか高めに結んだらあれやね。下目に結んでもなんかあれやから、おろしかな、なんかしらで。おろしのストレートでいきたいんだよね。なんか気持ちストレート、あのあれ、三つ編み垂らす。あー、確かにやってないな。か、ここ編み込みの止めるやつ。わかる。わー、いいな、三つ編み正しいな。でも今日ね、曲的になとか思ったりして、シングルブロックがで選ぶよね、わかる。それそう、どうしようかなって思って。お団子やってるよね、お団子。そう、最近やったんです。昨日やった、めっちゃいいよ。え、すっきりするってこと？うん、でもね、空はね、うなじが綺麗やけね。お団子めっちゃ匂いよ、本当に。嬉しい、ありがとう。そんな、いや、恥ずかしい、見られる。最近、最近思うんですけど、まいちゃん意外と空のこと見てくれてる。はい、嬉しい。見てます。見てくれて、しっかり。恥ずかしい。お団子確かにまいちゃんイメージないかも。うん、うなじをね、ちょっとね、うなじあんま出さない方向で。そりゃ何でも出してるやん。腕も出すし、腕も出すし、何でも出しちゃう。どうしようかな。お楽しみにです。ではまあシンプルめにいこうかな。今日はありがとう。うなじ NG、ね、
言い踏んじゃった。うなじ NG。NG なんですか？ NG です。確かに。ポニーテールとかもないですもんね。うん、ほぼやらないです。これはちょっとスタッフさんに言っときます。あの、絶対、もう紙指定のお仕事。このお仕事は、このポニーテールでっていうのをお願いします。なるほど。このお仕事はお団子じゃないとダメです。出てくださいって。おはようございます。本日は6月2日ですね。ねえ、やだ。早い、なんかこの 6、ね、5月が終わってて、もう6月っていうのもびっくりだし。2日早い。1週間後は生誕祭です。そうじゃん。そうです。どうですか。でも2ヶ月経ってるもんね。うん、うん、別れてるけど、でも嬉しい、今年も。まいちゃんの正解。去年は手紙読んだ。あ、今年もですか。わかりませんよ、それは。どうなるのでしょうか。手紙ありがとう。お手紙は犬から、え、ももちゃんと、あ、ココちゃんから、ももちゃん、ももちゃん、かわいい。読む人が大変です。確かに、どうやって読むんだろう。めっちゃちゃんと書いてるかもしれんよ、字を、うん、書くか、それかお母さんとかが心を読み取って、あ、心読み取って、それもお母さんの手紙って感じがするけど。お腹が空いてもう怒ってきました。あー、怒んないね。お父さんのラーメンが昨日食べて、私最近ハマってるんですよ、リンゴ電池。いるかい。え、朝ごはんなのそれ。でももっと買ったけど、なんかもうマウスピースつけたら食べる気がなくなっちゃって。そう、私矯正をもう一回頑張って始めようと思ってしてるんですけど、だから亀子の写真とか口がめっちゃ形気持ち悪いんですけど許してください。すみません。昨日いろんな お見送られ会でいろんな人にマウスピースを見せた。マウスピースって、うーん、矯正大変だ。なんかつけてた方が1日に2時間しか撮っちゃいけないっていうルールもあるんですけど。え、そうなん。え、そう、ご飯とか食べる時以外もあるんだけど、でも公園とかは撮りたいと思ってたんですよ、カメコとかがあるから。でも歯にこのプツプツがついてて、わかる。マウスピースを取るとこの唇の裏、口の中が刺激されてめっちゃ痛いんですよ。だから喋れなくなる、歌えなくなるからっていう保護もあってマウスピースつけてます。ちょっと大変です。でも昨日はマウスピースつけて歌ったけど大丈夫でした。歌えたけど、プツプツが痛いんです。取ったら取ったら。私もう終わってないですけど、なんか進みもしなくってあんまり。なんかね、難しいんですよね。歯医者を行くのもなかなか一苦労。いや、行けて、なんかさ、休みの日に限って私歯医者さん休みなんだよ。わかる。あとさ、なんかさ、歯医者の矯正の日とかが決まっとったりするとさ、うん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 、そう、なんか全然被らなかったりして全然行けなかったりする。難しい。そうそうそう。全然なんかサボってるとかじゃないんですけど、私はねライブの時は絶対外します。じゃないと滑舌がめっちゃ悪くなるよね、本当に。めっちゃ噛む、すっごい噛んじゃって、だから絶対に外すようにしてるんですけど。いや、つけてる方が偉いよ。つけないといけないけど、強制的には、うん、でも、うん、外したい、さすがに。でも昨日外してちょっと喋ってるだけでも唇裏がもう刺激されて、
痛すぎて引っかかる、なんかしかも今回のプツプツがなんかちょっととんがってるじゃないけど、ちゃんとこう丸く削られてないところがあって、うん、痛そう、痛いって、ね、もう私ここもう中がやばい、痛い、かなり裏矯正とかだとそれはそれでありがとう、もうスピードになる、ワイヤーつけたくなる、そう痛い、このプツプツが激しく痛いね、うん、寝てるときこそつけますね、寝てるときは絶対つける、わかる、うん、でもね、結構みんな矯正してる、あ、終わってるとかの人が多くて、歯がみんな綺麗になっていくね、2年ぐらいかかるので頑張ります、神ありがとう、今38分ぐらい、私聞いてるだけで痛さ感じる、そうだよね、可愛くなるからね、歯だけ歯だけめっちゃ強い、いやいや可愛くなりますよ、輪郭変わるかな、変わるよ、マジ、うん、ちょっと顎がへっこんでくれると嬉しいか、でもなんか嫌いかな、歯を後ろ後ろにするから逆に顎が出るかもかな、なんて言われた気がする、やばーい、シュッてなるでいいのか、応援してありがとう、座席ポスト待ってます、どの辺か、赤身のペンライトとソラハブッチと座席ポスト待ってます、ソロアートのみんな人形ポストとかね、拡散してください、カサカサ、私あれおんまゆの時に撮ったので、え、おんまゆだったね、ガチで眉毛半分見えてるやばい、って言ったら、うん、まあ、おんまゆの時期って私もう1回しかないのでちょっと撮影時期がバレてしまうんですけど、写真見たら明らかにおんまゆなのであれなんですけど、え、なんかさ、そらはさ、うん、撮影近いのにおんまゆにしててさ、怒られてなかった、なんか、え、違うよ、あれ、え、知らんかったかない、え、そう、なんか私たちに情報が落ちるのは結構、そう、なんかもう直近になって落ちるんですよ、そう、だから、全然知らない、そう、私は、それこそ普通に間違って切っちゃって、でもコンサートが月末だったから月末までに伸びればいいやって思ってたんですよ、知らなかったから撮影があるのは、だからめっちゃそのなんかマネージャーさんの中でもこうスタイリストとかいろいろ関わってる女性のマネージャーがいるんですけど、その人になんでそんな間に前髪なのって言われて、え、あ、でも大丈夫です、月末のコンサートまでには間に合いますら、月末じゃダメなの、一週間伸ばしてって言われて、え、そう、知らんけんね、そうで、知らないと思って、一週間後に何もないですってスケジュール見せて、いや、伸ばしてって言われんくて、まあさすがにね、マネージャーさんも言えないから、いや、そうだよね、マネージャーさんもそのまだこの情報落としてはいけないっていう、そのメンバーに言ってはいけないっていう、でも前髪は伸ばしてほしいって言われて、いや、ちょっとね、この難しいね、で、それをなんか撮影がありますって言われて、あ、すいません、このことだったんですね、でもなんか当日さ、よかったね伸びてって言ってたよね、そう、え、ほんまにもう眉毛の上やったんよ、前髪のあの先端が、笑ったら、うん、だからやばかったんだけど、ちょっと半分隠れたぐらいで、そう、よかったって感じで、もうそっから自分の前髪は切ってません、初めて、今までずっと自分で切ってたんですけど、なんかめっちゃ目の下ぐらいまで前髪を伸ばしちゃって、でそっから切ってなくて、自分で写真切ろうと思ったらなんか距離感覚じゃないけど長さ感覚が分かんなくなって本になりました、だからレアです、今回のソロ足、逆に根性で伸ばした、すごいですね、で何分までやる、え、40分、まあ、そろそろ45とか、うんうんうん、46とか45に大丈夫、ああ、そんぐらいにね、まいちゃんも同じですよ、あのポストに、同じポストにいるまいちゃん見てください、サーヤンとまいちゃんとさやかりんと私です、 ST48 公式
思ってます。すごい可愛いですみんな大学で撮って人によってね撮影場所が違って室内の方の家は外だったり木の近くだったりとかいろんなとこあるんですけど見てください。会社行きますよ7周年ツアーよろしくお願いします。千秋楽いっぱいコールお願いします。千秋楽あの亀子の皆さん私右足に結構大きめなあの かすり傷っていうか、うん、引っ掛け傷みたいなのあるんですけどよかったらレタッチで消せそうだったら消してくださったら嬉しいです。私も右手ある？右手なんか傷って傷跡、うん、があ傷跡とかね傷跡をちょっと消していただけるととてもありがたいです。ツアー期間はおすすめ欄にメンバーさんのカメコ写真が流れてくるのがとても好きです。かわいい、あ、こんな感じで踊ってるんだっていうの見て痛くないよ大丈夫 触ったら痛い気になってたって消せるってありがとうございます。そうちょっとあのコンシーラーでそう消そうかなと思ったんですけどまだ傷がね割とちょっと久々じゃないや最近のだからちょっと消せそうになくって消したら逆に浮きそうだからよかったらちょっとそうあのねちょうどこの何ですか弁慶っていうかそうなんかスカートがちょっと短かったら見えるのでちょっとそれだけお願いします。すいません何したかいやなんかなんかに多分引っかかってゲゲゲってなっててガガガガって吸っちゃっててゲゲゲゲゲゲ来たろ来たろゲゲゲって感じでそうなんか気づかないうちになんかちょっと吸っちゃってたんですよね。そうなんです。意識して見ておきます。言うんじゃなかったです本当にもうじっくり見てみる見るんじゃないよお願いします最高の一日にしましょうね。本当にラストですからね。やばい実感だ。え、そらさ、うん、言っていい？何ですか？夢でさ夢で夢なんですけど夢で何ですか？夢の話なんですけど、はい、今日のそれこそやっぱさなんか初日も、まあ、初披露があったりとかさ、うん、こうなんか大体千秋楽とかなんかコンサートになるとこう発表があるじゃないですか。あ、うんうんうん、で私先日夢でやっぱコンサートを岡山してて最後終わった後にドゥーンってなったんですよ。うん、夢でコンサートしてたんですか？夢でコンサートしてた、はいはい、ドゥーンってなって、はい、おーってなって、はい、特報みたいなね。特報ってなってだから2週間後の6月の十何日の土日すっごい限定的だな。そう、うん、えにプラス追加公演みたいなおって流れてきたんですよ。はいはいはい。でびっくりして、うん、それはどこの会場で？秋葉原なんですよ。秋葉原で、ね、そこがその周年ツアーがそう、衝撃的で秋葉原の新宿公演が私の夢の中で発表されたんですよ。なんか生々しい結構リアルな感じの夢ですね。私なんかさそれこそこういうツアーの時とかめっちゃそういうマジで それに関してのめっちゃ見るのね、うん、だからワンチャンあったら私未来から来とるかもしれない。え、でもなんかリリーベだからできるかもって。あ、そっか、リアルにありそうだって。でもありそうだよね。私めっちゃ秋葉原だったんですよ。でもえ、どうですかね。もう次の瞬間もう秋葉原でコンサートしたんですよ。ツアーしたんですよ、チームの中の。だからもしかしたら追加公演があるかもしれないですね。ないです、ちなみに何も知りません。夢の話なので。本当にああいう発表ってね知らないからね。もうえ、そうですよ、知らないから。もうソラハが昨日の夜から明日なんかあるかなって、明日なんか発表あるかなってずっと言ってた。本当にドキドキするよ、ね、もうホテル着いてずっと呼んでたからいやでもこういう時に限って何もないとかもありえる、ね、本当にないとかある、ガッチでね、うん、だからそんなみんなもう普通にコンサート本編をっていうか楽
しみ、なんか発表あるのかな、ワクワクとか、ね、そうです、あのあるかなと思ってきてなかった時は、うん、あないんだみたいになるから、何も考えずに来てて会った時の方がもうわーってなるので、私はそういう夢を見たので、もしかしたらって思ってたらダメなんだよね。ちょっと夢を見ました、現実的なすごい夢を。メンバー知らないんでね、本当に知らないです。なんかやっぱり長年やってるとやっぱ言われるんじゃないかとか思われるかもしれないですけど、マジで言われないです。毎度毎度ながらビビってます、私たちもステージ上で。ラブリーター、ありがとう。そろそろかな、40、あそうだね、いいよ、まーちゃん、私にお壇上呼んで大丈夫だよ。じゃあ呼ばせていただきます。たっくんさん、山道さん、よっちゃんごいちさん、福太郎さん、パオさん、ケイセキさん、阿部ひろしさん、アルフォートさん、シーサーさん、くまねパパさん、福ちゃんまるさん、たんきゅうさん、1位はドルドドン KY さんでした。ありがとうございました。じゃーん、どうぞ。はい、13位ひたちさん、ごさん、12位かずのりさん、11位ヘルムビーゲさん、10位としきさん、9位みろさん、8位こかじやさん、7位大崎つみつまのかずさん、6位アスパラさん、5位ありんこさん、4位ひろさん、3位ララバイさん、2位きずなさん、そして1位はたんかさん、ありがとう。みるさん、ありがとうございました。たくさん、あと配信も見に来てくれてごめんなさい。ギフト読めなかったけども目で暗記してました、ありがとう。太田ゆうりさんのコラボ、本日は7周年ツアー in 岡山県千秋楽、盛り上がっていくぞ。おお注目ポイントはまいちゃんのおーわーです。え、なにそれ、まいちゃんいっぱい言うやん、うわーうわーっていう、いっぱい言葉を発しとるよこれ。私最後はさ、あ最後に大好きやん、もう大好きだ、まいちゃんがいっぱい言うところ。真面目に行こう。真面目に行きますね。いつも真面目だよ、めっちゃかっこいいもん、ま、はい、いちゃんのコメント好き。いやーちょっと真面目に。テンション上がってね、はい、素敵、よろしくお願いします。ありがとうございました。では、では、ま、会場でお会いしましょう、はい、17時にまた頑張って頑張ります、楽しみましょう、また見てくれてありがとう、ありがとうございました。じゃあまたね、行ってきます。3、2、1、またね、ありがとう。 STU48 7周年ツアー無事千秋楽を終え、11公演終わりました。ありがとうございました。はい、本当に本当に今日はね配信でもあったんですけど、はい、見てくださった方も本当にありがとうございます。超ありがとう。うわありがとうわだ、うん、待って、マクアラオンさん、ありがパンダタワー。ありがとうございます。ありがとう、また書くね、ありがとう、お疲れ様、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、本当に楽しかったです、めちゃくちゃ。 MV 見ました？あ、そうなんですよ、MV が公開されました、あの愛の重さのミュージックビデオ、ぜひ見てください。コメントとかもしてくださったら喜びます。ハッシュタグ愛の重さとかでもつぶやいてくださったら見に行きます。ブレットありがとう。走ってたね、めっちゃ走りましたよ本当に、ありがとう。いや本当にありがとうございました、毎公演、いや本当にあっという間でしたね。4月28日から始まって、まあ、1ヶ月ちょっとだったんですけど、本当に楽しかったです。
なくなった。ありがとうございます。ありがとう、いっぱいコメントしてくれてる、みんなが。追加公演なかったね。ね、ソラハの正夢ならずでした。ソラハが正夢になるかもって言ってて、追加公演発表される夢を見たって言ってたんですけど、はい、追加公演じゃなかったです。8周年っていう8周年、うん、8周年そう発表されました。いやね、本当に一つ言わせてください、気が早いだろいや本当にえみたいな、7周年やってるんですけどみたいな、みたいな、今7周年のライブ中なんですけど、みたいな、本当に私もびっくりして、ちょっとなんか本当に知らなかったんですけど、もう予想外な発表をしてきて、本当にもうびっくりしました。本当にまだ8年目これからというところですが、わ、待って、タワーもらった、シローさんかな、ありがとう、猫、猫唇ありがとうございます、ありが、ありがとうわ。ラブレターで顔が見えない、ひゃ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 、ありがとうございます、書かせていただきます。またね、ありがとう。今年は何もないの、いやなんかあるだろなんかあってくれって感じですけど、いやね、ちょっとね、そう、8周年ちょっと予想外で、まあ、びっくりしましたね。なんか2会場でやるみたいな感じで、東京と広島でそう行われるみたいなんですけど、わ、待って、アルフォートさん、ありがとうございます、ありが、ありが、築城明日有給申請してきます。ねえ、めっちゃ気が早いじゃないですかみんながなんか確かになんかすごいポジティブに捉えてくれて、予定をもうなんか取れるみたいな、いやすごい嬉しいんですけどね、えそう言ってくださるのはありがとうございます。めっちゃラブレターもらう、ありがとう。でも私はそうですね、東京の会場がすごい広いと聞いて、もう結構そうですね、ちょっとびっくりって感じでびっくりって感じなんですけど、新公演とか期待した、いやまあね、なんかメンバーも結構もう望んでますからね、新公演やりたいなって、そうそうそう、まあ期待しますよね。ね、なんか私は結構 STU48 のこの7周年ツアーで、なんか今日千秋楽ですごいあのちょっと達成感じゃないですけど、なんか充実した感じ、そんな感じだったんですよですけど1年後になんかなんて言うんですか、まあまた8周年があるっていうね、しかもそれがすごく大きな会場っていう、なんかまたなんかなんて言ったらいいんだろうな、試練じゃないですけど、なんかその1年間で
頑張りなさいって言われた感じがすごいあって、そうね、なんか結構今のこの7周年ツアーでもいろいろとみんなでもうめちゃくちゃ思い悩んだりした本当にツアーだったので、なんか素直にやったー嬉しいだけの気持ちで入れなくって、いやすごいね、8周年その未来のこと本当にお祝いねことですからね、できるっていうのはすごいありがたいことなんですけどもね、なんかと愛が重い？え？本当に東京はキャパ8000人だよ、本当にあのもう全員来てください。本当にもうまあね、あのまだねちょっと先のことなんですけども、ありがとう、ハート。ありがとうございます。8周年の見どころ何？いやもう、8周年の見どころ？さっき発表されましたからね。いや、ちょっとね。まあね、なんだろう、まあ先、結構先だけど、まあなんかな、もうちょっと貯金のなんかがいいなってまあまあまああるんですけども、そうですね、まあ来年に向けてまあできることからみんなでやりたいですね。今年半年、まあ経つかもしれないけど、あれですね。こそあと3月とか4月です。そうですね。なんか前向きですごい痛いんですよ。常に。常に前向きで痛いんですけど。なんか、そうですね、まあアルバムがねリリースされるので。今はこのアルバムで、はい。
たくさんの方に知っていただけるようにですね。本当にもう余韻、なんか私は今もう7周年ツアーほーって感じなんですけど、はい、ラブレターありがとう。ありがとう、ヒッキーさん。パンダタワーもらった。ありがとう。ありがパンダ。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとう。なんか、本当に、なんて言うんだろう。メンバーが結構みんないろいろと発言したり自主的に動いたりして作られたコンサートって感じが本当にすっごいして、私はまあなんかそうですね、結構自分自身楽しんでできたかなって思いますね。まだまだなところはもちろんあるんですけども、今の自分たちのこう最善っていうんですか、うん、最善っていう、そう、なんかベストを尽くそうとすることができたかなってのは思います。ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとう。本当に本当にもうみんなの存在って本当にすごいなってのもめちゃくちゃ感じて、そう、もう7件ね、いろいろやったんですけど、会いに来てくださって、本当に本当にありがとうございます。男性はね、ありがとう。届いてますよ、もうみんなの。本当に、もうありがとう。愛の重さぜひいっぱい聞いてください。また待ってきてください。今日はね、岡山ってことで昼はねエビ飯が出たんですよ。で夜はお寿司が出たんですよ。なんか回転寿司が開催されて、もうSTU で回転寿司とか開催されたことなかったんですけど、そう、なんか寿司職人の方が来てなんか回転寿司やってて、そうで、まあ、生ものだからね早く食べないといけないじゃないですか。でも私開演前に食べ過ぎたらちょっとこうなんですか、ダンスするからさ、うってなっちゃうから、
だから終わった後に食べようって思ったんですよ。で撮っておいたんですけど、自分の好きなネタを。そう、そしたらもうあのマグロの顔色がめちゃくちゃ悪くなってて、もう本当に終わる頃にも本当に顔色が悪くって、なんかあーってなってそう、いやね、そうですよね、そりゃそうですよね。でも私お腹が強いんで大丈夫なんです、うん、マジで大丈夫、めっちゃお腹強いの。もう多分 STU1 お腹強いと思う。でもなんか顔色が悪くなったマグロを見た時にちょっとショックだったのなんか色がってなって、うん、いやすごかったねお寿司、お寿司来るのびっくりしました。え、醤油につけといたら変わらないの？あ、ありがとう、ラブレター。57分？やばーい、終わる。お姉ちゃんがさ、 LINE でさ、あの帰ったらおにぎり作るからって来て、で私帰るの遅いよって、23時半ぐらいになるよって送って、たら分かった、おにぎり作るからって言ってて、めっちゃ張り切っておにぎり作ってくれてるんですよ。なんか今もなんかおにぎり作っ、なんかカチカチとかでなんか音がしてる、なんか食器の、なんか多分おにぎりも握ってる、うん、なんかめっちゃあの優しいよね。なんかおにぎり作るからって、なんかなんちゃら風おにぎり、なんかおしゃれなおにぎりをそう、なんか LINE でね、作るから今多分作ってくれてる。私この後おにぎり食べます嬉しい、姉貴をおにぎり作ってくれてる。愛の重さ、愛の重さだ。おやすみ、おやすみだね。ちょっと待って、壇上呼ぼう。くまねパパさん、福太郎さん、カロさん、福太郎さん、あ、やばい、くまねパパさん、福太郎さんが二人いると思ったら違った。くまねパパさん、福ちゃん丸さん、ちょっとふくふくしてる。福ちゃん丸さん、カロさん、福太郎さん、マサさん、ドラガンさん、翼だよーさん、ゆずきちさん、東京さんさん、ヒッキーさん、マカロンさん、アルフォートさん、1位は、ドゥルドゥドン、シローさんでした。ありがとうございました。ありがとう。ということで、明日は、月曜日じゃ。びっくりした。ありがとう。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日です。今日も一日お疲れ様でした。あの、ありがとうございます。おやすみなさい。くわぁ。また明日。
ねずみー。